はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、新サバイバーナキピエロの実装まで残りわずかとなってきました。そこでこのキャラクターがどんなキャラクターなのか、 Twitter の方で募集した検証で100件以上いただいた DM の中から今回は30件に絞って一気に検証してきましたんで、よかったら見ていってください。これでナキピエロも丸分かりです。それでは早速いきましょう。ハンターの補助特質は無効化できる？まずは瞬間移動から。瞬間移動は無効化できます。続いて巡射、巡射も無効化できます。最後に異常、異常は一時的に無効化できますが、ハンターのクールタイムがなくなっていないのでまたすぐ異常をされてしまいます。少女の同期中のロケットはどうなる？少女の同期中でも普通にロケットを使うことができます。しかもロケットを使っている際に少女のかけらを使ってもロケットは中断されることはありません。ロケットは何人まで乗れる？少女の同期を利用することで3人まで乗れることは現在確認しました。まあ、これもしかしたら少女を2人でくっつけば4人まで乗れるかもしれません。担当者の磁石や少女でロケットは止められる？担当者の磁石に対しては完全に何も反応しません。なんで止めることはできません。で、少女に関しても先ほどと同様何も反応しないので止めることはできません。最初のワープにロケットで入れる？ロングワープも。最初のワープは入ることができません。このように止まってしまいます。ロングワープはロケットは止まってしまうんですが、すぐ入ることはできます。危機一発中にロケットは使える？危機一発中でも普通にロケットを使うことができます。このようにダウンが確定していても使えます。危機一発中の仲間はロケットに乗せれる？危機一発中の仲間はロケットに乗せることができません。このようにそもそもロケットに乗せるボタンすら出てきません。ロケットでジェットコースターから降ろせる？何度か挑戦してみたんですができませんでした。まあ、できたとしてもシンプルに難しい。地下室は入れる？まあ入りはするんですけど全然曲がれないので、ロケットをハンターに当てたりするのは難しそうです。ハリンに引かれた時や針を飛ばされるとどうなる？ハリンに引かれるとロケットはキャンセル扱いになってしまいます。ハリンの針が刺さった場合もこのロケットはキャンセル扱いになってしまいます。野心家イノッシに乗っている時にロケットに乗せれる？乗せることはできません。もう全く反応しないですね。カーボーイが仲間を担いでるときはロケットに乗せれる？これも野人と同様乗せることはできません。何も反応しませんね。仲間とロケットに乗っているときに殴られるとどうなる？普通に殴られますし、殴られた方だけが強制的に殺されます。ピエロと正面衝突したらどうなる？普通に正面衝突したらナキピエロがダメージを食らってしまいます。ですが衝突する直前にロケットを離してハンターをスタンさせればダメージを回避することができます。ピエロとスピード対決したらどうなる？普通にピエロに負けます。もう全然勝てないです。まあ、これね、存在感別に、検証した動画もあるんでよかったら見てください。罠の上を通るとどうなる？普通に罠に引っかかります。ロケットに室外機反射などの加速効果は乗る？このように加速効果が乗った状態でロケットを使ってもスピードは変化しません。もうそのままのスピードでロケットは発射していきます。まあ、ですがこのように壁にぶつけることで2秒間の加速効果を得られるんで、これをうまく使うとチェイスが伸びるかもしれません。ロケットの最大距離は？赤の境界の壁壊しからスタートしてみました。まあ大体これくらいですね。まあ、壁壊しの端っこからこのレッドカーペットの入り口に来るあたりまで、これぐらいが最大距離です。ナキピエロが飛んだらアイテムはどうなる？ナキピエロが飛んでもその場にアイテムは残りません。まあ、患者の書き爪とかと一緒ですね。バーメイドのお酒は飲める？お酒は普通に飲むことができます。なんで20歳を超えてますね。確定救助はできる？爆発をハンターに当てることで確定救助はできます。ただ2秒しかスタンしないんで、本当に椅子の真横でスタンさせる必要があります。風船救助はできる？風船救助もできますが、先ほどと同様ハンターは2秒しかスタンしないんですぐ殴られてしまいます。チェイスを伸ばすにはハンターが持ち上げた瞬間にロケットを当てる必要があります。ロボットはロケットに乗せられる？乗せることはできません。そもそもボタンすら出てきません。操作中の仲間は乗せられる？回路中やロボットの操作中など。味方が何かしているときはロケットに乗せることができません。このように回路中だったりロボットを操作している機械技師も乗せることができませんでした。感度調整はできる？感度調整はできません。もう最大でこれくらいですね、曲がれるの。いや全然曲がれないし、めちゃくちゃ操作がしづらい。高いところから落ちるときそのまま降りられる？
通に衝突してロケットがどっかに飛んでしまいます。あーロケットが空に飛んでってきれい。ドーン。板に当たるとどうなる？これもロケットが板に当たって勝手に爆発してしまいます。誰も乗っていないロケットはどこまで飛ぶ？障害物に当たるまで無限にロケットは飛び続けます。なので超遠距離でスタンさせることもできます。使いやすいか、各ハンターとの相性は？ロケットが曲がりづらいんでめちゃくちゃ使いづらいです。しかも環境キャラに対してかなり弱点が多い。まあ、それはこの動画でまとめてるんでよかったら見てください。強い？ちょっと現段階では弱いかな。いやどうなんでしょうね、ナキペーロね。やっぱり強いか弱いかって言われたら、まあ、現状弱いっていう風になっちゃうんですけど、まあ、今後ねこのアジアサーバーに実装されてまたいろんな人が使ってねいろんな使い方が出てくると思うんで、本当にねそれが楽しみです。やっぱどんなキャラクターでもね使いこなせば強いですからね。だから今回もまだまだ希望をね持ってちょっとワクワクしております。でガチャもあと2日後ですか、この動画上げた日から2日後に来るんでね。早い、本当に早い、あっという間だったね。いやこれ上手すぎる。いや神ドライブが決まったからの気持ちでドカーン。いや完璧だ。ピエロも楽しい。もうこんぐらいさ、泣きピエロもそのドリル使った時に移動ができたらいいんですけどね、全然曲がれないからな。まあだからね、まあ個人的には泣きピエロは情報修正が来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、どうでしょうね。全然来てもおかしくないと思うんだよね。だって前回少女が実装された時は、もう強すぎる強すぎるって言われて、で結果的にね、めちゃくちゃ弱体化されちゃいましたからね。うわ、超コースさんうまっ！うまいな。だからね、結構運営さんのその対応っていうのも早いんで、まあ、世間の反応を見て、まあ、かなり早くね、対応していただけるんじゃないかなっていうふうに思っております。さあ、ここ超コースダウン、オッケー、熱いね。さあ、これドリルが入っているんで、もう超コースは、もう放置でいいでしょう。で全体負荷ちょっとかけようかな。術師追いづらいし。さあ、全体負荷かけていくよ。一等公開してもいいね。ただちょっと院内にいるっぽいんで、これちょっと院内に向かいましょう。さあ、これなら間に合う。窓枠乗り越えるんだったら恐怖の一撃。あっちよっしゃ、これはでかい。これはでかすぎる。やばい、ピエロ楽しいな。楽しい。まあ、やっぱ現状、現環境でさ、ピエロってやっぱりなかなか厳しいじゃないですか。ウィル3兄弟がね、出てからも。で、ウィルの方が全然その、引っかかりもないし、なかなか使い、上位互換みたいなキャラ出ちゃったんですけど、まあ、それでもやっぱロマンがありますよね。さあ、まずはパーツをたくさん集めていく。この衣装のパーツめちゃくちゃ見づらいんだよね。ほんとに見づらい。さあ、OK、ここで、まずはドリルを巻いて。さあ、一等航海士が救助来てるね。さあさあさあ、救助、これはちょっと、相手の姿は見えないですけど、恐怖の一撃狙いましょう。さあ、ここやったやばい、スーパープレイが決まってしまった。これは半端ないね。楽しい。やっぱハンターやるの楽しいな。イエーイ、ナイスナイス。じゃあちょっとここもね、パーツを集めて、サバイバーをちょっと探しに行きましょう。ちょっと隠れちゃったね。さあ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 。やべえ、見せた。お恥ずかしい。パーツが三つ目台になっちゃった。なんかさ、いいプレイした後って悪いプレイがなっちゃうんだよね、なんか。なんか調子の、なんか気分が上がっちゃってね。なんかね、うまくいかないのよ。さあ、ここもう一回パーツを集めて。さあ、行きますよ。あ、やばい、もう、最悪。やばい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 。やばい、いいプレイした後にこれはまずいぞ。やべえ。恥ずかしい。ちょっと画面が映せないですね。ちょっとモザイクが欲しいですね。まあでも僕にはパーツがたくさんありますんで、なんとかなるよ。で、残り、調香師、呪術師か。まあ、呪術師、嫌だなぁ。呪術師、まあ、呪術師だなぁ。ちょっと興奮に変えたい。興奮に変えようとしたら、ちょっと通信機いなくなっちゃった。まあでもいいでしょう、結果的に。ね、いなくなるからね、この呪術師は。呪術師、マジで追いづらいからな。さあ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 、鬼没で仕留めますよ。そこ、板を倒したら終わりやで、はい、ドハーン。いやー、いいですね。で、外にね、パーツがなんか3つ落ちてたんで、それも拾っていきましょうかね。よしよしよし。で、ね、あと、その、あさってガチャが来ますけど、あと、なんだっけな、夢の魔女の衣装と、少女の衣装が来るのか。わ、楽しみだな。少女の衣装も嬉しいな。どっちも使うキャラなんでね、僕。わ、楽しみ。さあさあさあ、ここは釣っていく。で、パーツを巻いて、ドリルを巻いて、よいしょ。さあさあさあ、超講師いるね、そこにね。さっきいい救助されちゃったから、次こそは
いいけどさせないよ。はい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 。よし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 。さあ、これも、調光師のことを香水も取らせない範囲。よし、からの殴って、いや、でいけー。素晴らしい。これは、勝ちましたね。よし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 。いった、やば。まあでもいいでしょう。いけるいける。でね、あともう一個検証してほしいって言われてたことがあって、スピード勝負対決をね、気になってる方がかなりいらっしゃったんですけど、それはまた別で動画にね、しようと思っております。この太鼓神格界で一番速いのは誰だ勝負ね、やろうかなって思ってるんで、それもね、ぜひ動画楽しみにしていてください。さあ、ここはもう、よいしょー、さあ、完璧ですね。残りは一等航海士。一等航海士はかなりピエロと相性いいんでね、適当にね、推進機で走ってれば、いつかは当たるので、さあさあさあ、見つけていきたい。翼がないからな、どうしようかな。みんなにがしないか。翼ももう結構取り尽くしちゃったから、もういい、使っちゃおう。もうこのマップのアイテムほとんど取り尽くしちゃったからね。はい、一等航海士はどこにいる？さあ、どこにいる？どこにいる？どこにいる？おっと、シュルシュル音がするね。ってことは、回復してますね。さあさあさあ、これで一等航海士を倒しに向かって回復してるところ。うわ、うまいな。でも、これで、ダウンと、オッケーってことで勝てましたね。ではね、皆さん、ぜひ、2日後の実装を楽しみにしていてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。